皆さんこんにちは、ニンニクハンターです。5月30日に一緒に遊ぼうがアップデートされました。銀行がオープンしたり、新しいタイプの乗り物が増えたり、セブンイレブンに新商品が出たりしたんですけれども、私なりに良かったなと思う点をご紹介させていただきます。その前に、私は昨日酒神さんのホームパーティーでこちらのクロコダイルを釣ったんですね。なんとプレゼント企画のホームパーティーだったので、酒神さんからゴールドバーをいただくことができました。せっかくなので、このゴールドバー視聴者さんに横流ししたいと思います。参加方法は後半にお伝えしますので、最後までご視聴よろしくお願いします。今回のアップデートで一番気になったのはやっぱり銀行じゃないでしょうか。銀行といったら、お金を借りたりお金を預けたりするところなんですけれども、さあ、カイヤ島の銀行はどんなことができるんでしょうか。ダウンタウンにはまだオープンしてない施設がたくさんあります。これからのアップデートが楽しみですよね。これからもニンニクハンターチャンネルでは一緒に遊ぼうの動画をどんどん撮り続けていきますので、できましたらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。銀行の中にはたくさんの人が訪れていました。なんだか活気があっていいですよね。アップデート当日っていうのもあるかもしれないんですけれども、私はまあ仕事で帰ってくるのが遅くなって、インをするのが結構遅くなってしまったんですよ。それでもたくさんの人が銀行に訪れていました。ん？なんか見たことある人がいますね。このレイカってアイスクリーム屋のレイカじゃないですか。反対側にはピザ屋のパパノミーもいました。最近私はこちらのパパノミーから毎日バイトをしています。カイヤ島の住人はここでお金を工面して仕事をしてるんですね。それでは早速私も行ってみたいと思います。こちらの銀行では15日間積み立てをチャレンジすると、スタート宝石がもらえるんですね。20宝石もらえるって結構大きくないですか。毎日ログインすると毎日スタンプも貯まります。ちゃんと広告を見れば2週間で16個のダイヤが貯まるんですね。毎日ひまわりもきちんと育てていれば、積み立てとひまわりと毎日スタンプだけで80個以上のダイヤが貯まります。結構大きいですよね。ダイヤはないよりかはあった方が絶対にいいので、プレイしない日でもとりあえずログインだけはしといた方がいいと思います。続いてはセブンイレブンの新商品を見に行きたいと思います。こちらの可愛いバイクが買えるようになったようです。80ダイヤで速度は4、まあ微妙ですね。速度4ってそんなに速くはないんですけれども、まあ見た目ですかね。確かにこのバイクだったらブニーコスチュームを着てれば可愛さは2倍ですね。まあ可愛さで買うっていう感じでしょうかね。今回のアップデートで変わった点がもう一つありました。ちょっと皆さんに聞きたいことがあるんですけれども、これ私だけでしょうか。いつもあったボタンがここにないんですよ。最近釣れたものやランクが低いもの、ランクが高いもの、その順番に分けられるカテゴリーがなくなってしまったので、魚がめちゃくちゃ売りづらくなってしまってるんですよね。これって私だけですか？バグですかね。いやー、バグだったら早く治ってほしいですね。さあ、それではクイズに答えてゴールドバーをゲットしましょう。参加方法は簡単です。 YouTube のコメントにクイズの答えと一緒に遊ぼうの名前を記入してください。今回は限定2名で抽選で行います。6月2日に発表しますので、それまでに申し込んでくださいね。さあ、それではクイズです。酒神さんはあとスタンプ何個でレベル20に達成するでしょうか。一緒に遊ぼうの名前も必ず忘れずに書いてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム。ニンニクじゃんけん、じゃんけんポン。